2012年ロンドンオリンピックのスペイン選手団は2012年7月27日から8月12日にかけてイギリスの首都ロンドンで開催された2012年ロンドンオリンピックのスペイン選手団及びその競技結果今大会は金メダル4個銀メダル10個銅メダル4個の合計18個のメダルを獲得したスペインオリンピック委員会によって スペイン選手団が結成され、23競技に男子166人、女子112人の計278人が参加した。1988年ソウルオリンピック以降では最も少ない選手数となった。総メダル数は前回の北京オリンピックより1個少なかった。テコンドーとカヌーがそれぞれ競技別最多の3個を獲得し、セーリング、競泳、 シンクロナイズドスイミングがそれぞれ2個を獲得した。3人の選手が複数個のメダルを獲得している。また、シンクロナイズドスイミングとテコンドーに出場したすべての選手が最低1個のメダルを獲得した。スペイン選手団は団体球技でも成功を収めており、女子ハンドボールは銀メダルを、男子水球は銅メダルを獲得した上に、男子バスケットボールは 北京オリンピックに続いて銀メダルを獲得した。テニスではメダルを獲得できなかった。1988年のソウルオリンピックでテニス競技が再導入されてから初めてテニスではメダルを1個も獲得できなかった。また自転車競技も6大会ぶりに1個もメダルを獲得できなかった。今大会のメダル獲得者の中でセーリングのマリーナ・アラバウト・カヌーのサウル・クラビオットは 北京オリンピックでもメダルを獲得している。トライアスロンのハビエル・ゴメス、カヌースラ・ロームのマイアレン・コラント、レスリング、フリースタイルのマイデル・ウンダは、それぞれの種目でスペイン初のメダルを獲得した。ダビド・カルは、アテネオリンピックで2個、北京オリンピックで2個、今大会で1個のメダルを獲得しており、オリンピックで5個のメダルを獲得した、スペイン初の選手となった。 ミレア・ベルモンテは2個のメダルを獲得した、スペイン初の競泳選手となった。スペインオリンピック委員会は、23競技に男子166人、女子112人の計278人を選出した。過去のスペイン選手団の中では6番目に大きいが、1988年、ソウルオリンピック以降では、最小となった。フェンシング、近代五種競技、 ボートには選出された選手がおらず、レスリングも女子フリースタイルに1選手が選出されたのみである。最大規模となったのは陸上競技であり46選手が選出された。2008年北京オリンピックのメダリストとしてはセーリングのイケル・マルティネスとシャビエル・フェルナンデス、カヌーのダビド・カルなどが今大会にも参加した。競歩のヘッス・アンヘル・ガルシアは1992年。 バルセロナオリンピックから6大会連続で出場しており、追求のマヌエル・エスティアルテと並んで6大会に出場したスペイン2人目の選手となった。同じく競歩のマリア・バスコとホッケーのポロ・アマトは5回目のオリンピックである。卓球のナンシリング分は50歳、新体操のルジュデス・モエダーノは17歳であり、それぞれ今大会のスペイン選手団の最年長、最年少選手となった。 カヌーで2度世界王者となったサウル・クラビオット、競泳のミレーア・ベルモンテ、テニスのアナベル・メディナ・ガリレス、バスケットボールのビクトル・クラベールやサージ・イバーカなどが注目選手として挙げられた。当初はテニスのラファエル・ナダルが開会式の騎手を務める予定だったが、負傷の影響で今大会の欠場を決定したため、バスケットボールのパウガ・ソルが開会式で騎手を務めた。 ドナルド・マクドナルドと若い女性スペインは2008年から進行中の経済危機に苦しんでいた。スペイン選手団はロシアのスポーツウェア企業であるボスコから提供されたユニフォームを開会式で着用することによってスペインオリンピック委員会はユニフォームにかかる費用150万ユーロを削減した。ボスコ社はロシア選手団とウクライナ選手団にもユニフォームを提供している。 しかし、スペインの選手たちはこのユニフォームが派手でけばい、形容する言葉がないと批判した。ロシアのザ・モスクワ・タイムズは、このユニフォームカラーを今までに見たことのないような、チェリーレッド、オレンジ、カナリア・イエローの組み合わせだとした。アメリカ合衆国のナショナル・パブリック・ラジオは、このユニフォームがドナルド・マクドナルドのためにデザインされたのだと揶揄した。ありがとうございます。